西武バス、新座営業所は、埼玉県新座市本田に位置する、西武バスの営業所である。埼玉県新座市、朝霞市、東京都清瀬市、東久留米市のほか、練馬区などへ乗り入れている。本校では、東営業所の前身となった西武バス清瀬営業所についても記述する。旧村山開催道、大正時代末期から昭和初期にかけてのわずかな間、 四季に存在していた薬局村山開催道の店主であった村山屋七は薬局以外に路線バスを経営していたその路線で特に関係が深いのが四季清瀬東村山線で村山のバスは後に武蔵野鉄道へ引き継がれ新座清瀬周辺の西武バスの基礎となった戦後はかつて清瀬駅北口脇にあった西武バス清瀬営業所として 村山が経営していた四季寄東村山線を期限にした四季寄武蔵小金井線を幹線とし、清瀬東久留米をターミナルに周辺地域における路線拡充が進められた。1962年には両駅から朝霞駅経由で朝霞市北部の積水化学工場へ向かう路線が開業したほか、1960年代後半までには東久留米団地、 朝日岡丘団地へ向けての団地輸送が開始された。しかし、1973年4月1日の国鉄武蔵野線旅客開業によって事態は一変する。1973年4月1日に武蔵野線府中本町駅から新松戸駅間が開業したことで、清瀬営業所管内に新座駅、北朝霞駅が設置される。また、翌1974年には、 東武東上線朝霞台駅が開業し、市内の鉄道網が整備されてきたため、西武バスは朝霞市内の路線を見直すこととなった。この路線再編により、朝霞市内の主要発着ターミナルを朝霞駅から朝霞台駅にシフトすることとなり、清瀬地区では、清瀬東久留米朝霞駅新明神社線が朝霞台駅発着に変更された。また、西武バス田市営業所の管内では、 ひばりが丘駅朝霞駅線が朝霞台駅発着になったほか、上石寺営業所の所管路線にも変化が生じた。その後、清瀬駅北口再開発計画によって清瀬営業所は閉鎖、埼玉県新座市へ移転することとなった。その際に、新座市内の営業所用の土地を取得するにあたり、地元と西部バス側の調整が長引いたため、 移転前に所管路線の調整が実施された。1989年12月1日、田梨営業所、滝山営業所との間で移管、路線の新設、廃止が行われ、ひばりが丘駅北口発着系統は、移転によって、新座営業所の所管となることを想定して清瀬営業所の担当となった。その玉月で、部13が、清瀬営業所から滝山営業所へ移管。 新例にも1992年6月16日に、清瀬から滝山へ移管された。またその際に、従来は一部担当していた、所沢営業所管轄の清瀬66、所沢駅東口安松、清瀬駅北口線からも完全撤退した。1992年12月24日、西武バス清瀬営業所は、埼玉県新座市営店、西武バス、 新座営業所と解消された。同時に、上尺樹から泉30を移管して枝路線を新設し、新座営業所としてスタートした。1994年に埼玉県朝霞市から2007年には東京都清瀬市からコミュニティバスの運行も委託されている。営業所の中では最古の路線で、期日の村山自動車部による式清瀬。 東村山線が起源となっている。戦後は1951年に、四季清瀬武蔵小金井線で運行を開始したが、1966年に清瀬で分割され、清瀬駅北口再開発が完了した1995年に、従来の清瀬郵便局水天宮経由から、気象衛生センターグリーンタウン経由へ、経路変更が行われた。グリーンタウン経由以降は、 利用客が上昇し、特に雨天時の通勤、通学ラッシュ混雑には対処できないため、清市61-2を新設した。グリーンタウン経由に変更後しばらくは境外道路を通過する関係で、中型車が多く運用に入った影響もある。中清と東に周辺に折り返し場所がないため、校舎専用の停留所を設けて、校舎後は一旦、 四季街道へ出た後に丁明寺交差点を右折してから、再び、清瀬駅へ向かう。工事中だった新小金井街道を延長線である、バイパス道路が2009年5月30日に竣工、一般供用されたのに伴い、東京道を通過する、道路近くもしくは整備統合される工事が進められている。2017年8月1日、志33から1が新設。また、 きよし61.611.612のグリーンタウン、清よしどかきよという便局館にコミュニティプラザひまわり入り口バス停が新設された。設置は清瀬駅方向のみである。毎年夏に清瀬ひまわりフェスティバルが行われる際は、清よし61、新61の1、新61の2の3系統のうちグリーンタウン、清よともしくは下宿入り口が、 会場の最寄りバス停となるほか、開催期間中の土日ダイヤに限り、清瀬駅北口、コミュニティプラザひまわり入口バス停間まで無料、シャトレバスが運行される。なお、道路線でも東京都シルバーパスが利用できるが、清瀬61、新61の1は、東京都と埼玉県を結ぶ、都合上、菅沢までが有効区間となっている。清瀬駅と四季駅を、ケ通り、 清瀬市役所、団地交番前、朝日川岡五丁目経由で結ぶ。朝日川岡団地停留所、折り返し場には入らない。清瀬管轄時代から新在館の初期までは、清瀬郵便局、水天宮から清瀬市役所へ向かうルートであった。1995年10月1日から中里、経由に変更されたが、利用実態の見直しにより2006年3月16日に、 現行経路へ再改正、さらに2019年3月16日改正以降は、毎時1本程度の運行に厳便された。新61と同様に、東路線でも東京とシルバーパスが利用できるが、こちらは中郷までが利用可能区間である。1995年10月1日にケヤ通りが開通したことで、従来の中里経由からケヤ通り経由とした。 1989年5月16日より、深夜バスの運行を開始している。なお、深夜バスの上りは回送で駅に向かい折り返す。現在は、日中路線が、欅通り経由で運行されているにもかかわらず、深夜バスは、従来の経由地である、中里、大電団地経由で運行され続けている。以前の方向幕時代は、照明を消した状態で、 幕は変えずに改装をしていた車両も見受けられた。2013年10月16日のダイヤ改正で日曜日を除き深夜バスを含めて増発を実施した。2020年3月14日に新63深夜の廃止を含めたダイヤ改正が実施された東久留米市北東端の高台にある東久留米団地への路線で運行頻度も比較的高い。西武バスでは 比較的早い1989年4月17日に深夜バスの運行を開始した。2007年7月16日から西堀停留所が移設されたため、来る24の西堀停留所が廃止された。2000年代に入り、東久留米団地は UR グリーンヒルズ東久留米に建て替え中である。来る21の深夜バスは2021年3月のダイヤ改正で、 廃止となった。沿線は、武蔵野の面影を色濃く残す地域で、のみ止め用水や国の天然記念物に指定されている、平林寺の雑木林に沿って走る。1962年の開通だが、1976年の路線調整で、浅香台駅発着となるまでは、小山入り口、新座市役所を経由して、朝霞駅北側の積水化学を発着していた。 ニーザレイチは、来る23の出入庫路線である。先日の東久留米団地線及び、東久留米駅西口発着の、滝山営業所管轄の一般路線とともに、東久留米駅から1区間は、ワンコインバス制度を導入している。2014年7月16日から、朝22から1の運行を開始した。ひばり71ひばりが丘駅や坂台駅をほぼ、 黒目川に沿って走る。鉄道駅から離れた地域を結んでおり、中間部から両方向へ向けての需要があることから、一日を通して頻繁に運行されている。1950年代前半に、田無営業所管轄で開通し、1960年代の最盛期には、朝霞駅ひばりが丘駅田無駅無蔵し、境駅線として運行されていたが、 平時性の低下やひばりが丘駅付近の道路状況の悪さから1960年代後半にひばりが丘駅で分割され1976年12月に浅香台駅発着に切り替わって現在の形となった2008年3月31日からひばり71の全区間において PTPS を導入したひばりが丘駅北口は 西東京市にある駅前が境外であったため、駅から5分程度歩いて、新座市に入った場所に待機場付きのバスターミナルを設置していたが、2019年3月16日14時から新たに整備された北口ロータリーへ乗り入れることとなり、同時に折り返し場付近に栗原5丁目バス停が新設された。なお、北口ロータリーではバス折り返し待機のスペースがないため、引き続き、 栗原五丁目バス停近くの待機場に改装して、乗務員は休憩などを取る。雑木林を横面に走るひばり73、ひばりが丘駅北口から、新座市役所周辺を経由して、敷駅方面へ向かう。ひばり73は、営業所との出入庫が、新座市役所、敷駅を通じて、行いやすかったことから、清瀬営業所が一貫して担当していた。現在は、 四季駅側において、新座中央通りを経由する原、ひばり73がある。過去には、大和田方面へ迂回する二代目、ひばり75があった。なお、初代ひばり75系統は、かつて、田梨営業所が運行していた、新座栗原郵便局片山小学校下の、原入口朝香台駅線である。もともとは1964年に、 片山小学校史上坂上として開通した、新座あだち線という路線で、線名は、当時の奇襲店の町名であった北あだ郡あだ町、新座町から取ったもので、1970年に、ひばりが丘駅式駅線に変更された。ひばりが丘駅北口発着所は、駅から歩いて、都県境、市境を越えた新座市栗原にあり、式駅の所在地の大部分も新座市東北一丁目で、 ある。そのため、ひばりが丘駅北口のバスロータリーの完成まで、路線は、西東京市新座市式市を結んでいるのではなく、全線新座市内のみを走るものであった。ひばり75は、旧、ひばり73として運行していたが、新座中央通りの整備開通に伴い、第二中学校経由を減、ひばり73都市、大和田経由は志35として、新設。 旧、ひばり73は一旦廃止されたが、沿線住民の利便性が求められ、大和田経由のひばりが丘駅式駅線が復活されるにあたり、現、ひばり75となった。志34は、旧、ひばり73が、新座中央通り経由となるのに合わせて、現行経路に変更されている。二千十七年七月十一日をもって、ひばり十五。 志差し35系統が廃止された。同年8月1日よりより、心差し34深夜バスが新たに設定された。田梨営業所廃止に伴う上、借地担当路線の増加措置として、1994年6月16日に、泉36.3738とともに、移管された。泉30.30 30から2とともに、 前乗り先払い式を採用している。ここで記述する泉36は2010年6月16日に新設された系統で同名の系統としては3代目に当たる。奇襲点は2007年1月に廃止された2代目と同じだが、税務大学研修所前から朝霞駅南口の経路が朝霞中央公園経由から朝霞市立朝霞第四中学校入り口経由に、 変更されている。なお2012年9月16日より、大泉学園駅北口で再開発工事が行われた関係で従来大泉、学園駅北口で行っていた、乗務員の休憩機能が再開発工事によりできなくなったため、同機能を都民農園セコニックに移した。それに伴い新たに、朝霞駅発都民農園。 セコニック止まりの朝83と緑が丘経由、新座境行きの朝82が新設され、泉31に参入した。ただし朝83の袋については折り返し場の都合上セコニックからではなく、新座総合技術高校から営業する。またこれらの系統新設に伴い、それまで運行していた泉36は、朝81に、系統番号を変更されている。 泉32へ運用に入る、出入庫車両のほとんどは、泉30から2として、大泉学園方を通じて行われている。新座営業所朝霞駅の出入庫線は、早朝の朝霞駅方面、昼間、夜間の営業所方面への運行を主体としている。また、都民農園、都民農園。 セコニックバス停付近を利用する利用客を考慮して、あえて、新座栄バス停の折り返し場を経由し、大泉学園駅朝霞駅間の支社、駐車をフォローする役割を合わせ持つ。新座営業所朝霞駅の出入戸線は、埼玉特別運賃地区と区内機日運賃地区、埼玉特別運賃地区をまたいでの運行である。工術の泉30系統関連と同様、 運賃支払い及び乗降方法は信用式、全乗り前払い式となっている。2015年3月20日のダイヤ改正で、これまで平日のみの運行であった朝81が、土休日の運行も開始。同時に、新座境行きの泉3 1置が新設され、泉31の大泉方向の便が消滅した。2017年6月1日、従来の 北出張所停留所が大泉郵便局に税務大学研修所前停留所が南大通りに改称された。前者は練馬区役所大泉北出張所が同年3月31日をもって廃止されたことを受けて、後者は税務大学校関東新越研修所が2013年11月に和光市南に町名移転後もしばらく変更がなかった。 2019年8月19日、朝霞警察署移転に伴い、朝霞警察署前バス停が、栽培町三丁目交差点に、南大通りバス停が、南大通りに改称された。1992年12月24日の、新座営業所開設時に、上石寺営業所から移管され、枝線が設定された。泉三0から一は、埼玉特別運賃地区と特内武蔵の、 均一運賃地区をまたがって運行する路線としては、比較的長距離を運行する前の利運賃先払い式であるが、平日、月曜日、金曜の1往復のみの運行で、土休日は運休になる。当時、新座市の要望もあって、以前は大泉学園駅から新座市役所までの運行で、新座営業所駅と合わせて1時間に1から2本運転されていた路線であるが、 とと引き換えに厳便となっってしまった当時、平日は大泉学園駅23時台の後半まで運行していたが、最終便は運賃倍額扱いとなる深夜バスではなく、通常通りの運賃で利用できた。しかし、2009年9月16日のダイヤ改正後、平日の1日1往復のみの運行となった。現在、大泉学園駅北口行きは、 朝7時台、新座駅、南口駅は、昼13時台に運行されている。2014年4月1日から、泉30は、片山小学校福祉センター入り口間へ、延長された。新座市の片山地区における再開発工事のため、西武バス片山小学校折り返し場が廃止になり、既存していた、西武バス福祉センター入り口折り返し場まで、運転するようになったことによる。 朝霞台及び、四季駅南口両駅への比較的短距離利用者が、バス便増改などにより利用が増え、対応策とされて、朝霞台駅朝霞県税事務所四季駅間を結ぶ路線として、一般大型車の運用で設定、運行開始された。2004年より島の上より、水道道路を外れて、潜水地区経由になり、それまで、大型車運用であったのが、 潜水周辺の境外道路対策のため、中型車運用となった。平日朝夕のみ運行。かつては、四季街道経由で運行していたが、新座中央通りの部分開通に伴い経路が変更された。もともとは、四季駅突破印刷館を途中無停車で結ぶ、志霊級として運行されていたが、後年に、各停留所停車の志霊級から2が設定され、 2010年9月16日の改正から、志霊休から2のみの運行となった。四季駅から四季街道と県道113号線を経由し、新座団地へ至る。東部では2008年3月8日から、パスも追ス加システムの使用が開始されたが、東部から3ヶ月遅れて、西部も同年6月6日より開始した。2011年5月16日より、 土曜ダイヤを休日ダイヤへ統合の上で土曜、休日ダイヤに一括化され、平日の深夜バスも新設されたが、この深夜バスは、東部の運行のみで、西部は担当しない。日祭日と休校日は運休。大和田、後見女子大学館は、埼玉地区運賃となる。2021年4月1日に、旧朝霞第四小学校跡地に、反応市の反応工場から移転する。 新田元工業浅香事業所への通勤の足として2021年3月29日に運行開始。浅香駅東口に新田元工業方面のバス停が設置され、逆に新田元工業からの便は浅香駅南口で校舎となる。土休日及び工場休業日は運休。前乗り、後乗り両方に対応するため、扉の脇に社外スピーカーを装備し、 出入り口表示が差し替え可能になっている。志31系統に入る A3 から947。他営業所からの転席車両のためスピーカー位置が異なる。特徴として営業地域が東京都と埼玉県にまたがっており、前乗り先払い路線と後乗り整理券方式路線が混在するため、配置車両はその両方に対応可能な仕様になっている。出口。 入り口の表示板がサボ式になっており、運用によって差し替えられるようになっている。9年式の差し替えられない車両にも、で、入りと書かれたマグネット式のサボが装備されている。車外スピーカーは2台設置されている。前面の後乗り表示もマグネット式のものが使用されているが、9年式車ではサボ式になっており、前乗りに差し替え可能。このような装備は、 同様に営業地域が東京都と埼玉県にまたがる滝山営業所所属車両にも見られる。清瀬営業所から新座営業所への移転時に全面、側面方向膜に西部バスとしては初のローマ字兵器がなされた。当初は駅の駅を STA と階層をデッドヘッドと表示させるなどしていたが順次改良されていった。 2000年代後半以降に導入された新車は PTPS を同時に搭載して片山線を中心に走っている関係上、ひばり川海駅と浅香台駅以外で見る機会は多くなかった。その後増備するにつれて運用の制限は解消し、現在はコミュニティバス及び朝24と朝24から1以外の全路線で見ることができる。中型車は朝24。 朝24から1、志差し34で運行される。用途会社の在籍も、少数割、四季駅、後見女子大線と出入頃線の運用が、中心である。2010年以降は、UD トラックスのバス製造取り止めに伴い、三菱不装製が導入されていたが、2015年度以降は、再び、椅子自動車製のバスが導入されている。年月下旬からは、 ネリマ、神尺 G、滝山などとともにカラー LED 改造され運用に入っている。なお、現在は全車カラー化した。在籍車両は日産ディーゼル UD トラックス製がほとんどで、イスズ自動車は2006年以降に入った車両が配置されている。志31が所沢から再移管された際にはイスズキュービックが 清市64が所沢から再移管された際には、所沢に申請配置されたい鈴エルガミオノンステップバスも、新座に転属している。ただし、2021年に所沢へ再々移管された際は、当営業所からの転属ではなく、他の営業所の中型車が転属された。日の自動車制の車両は、朝霞市、清瀬市、コミュニティバス向けの小型車と、朝霞市、 コミュニティバスの予備車が配置されている。ありがとうございます。